マリーツー・メクレンブルクは、ドイツのメクレンブルク・シュトレーリッツ大公家の一員。全名は、ビクトリア・マリー・アウグステル・イーゼ・アントイネッテ、カロリーネ・レオポルディーネ。メクレンブルク・シュトレーリッツ大公アドルフ・フリードリヒ5世と、その妻で、アンハルト公、フリードリヒ1世の娘であるエリーザベトの間の第一子、長女として生まれた。幼い頃から立ち振る舞いに優れ、社交性を身につけていた。 ガバネスや教師たちによって、父親の所有する宮廷の図書館で教育された。20歳になる頃、フリードリヒ・ヘフトという既婚者の宮廷従者と恋仲になり、ヘフトの子を妊娠した。スキャンダルを避けるべく、対抗家はマリーを、父方の祖母オーガスタの実家のあるイギリスに行かせた。マリーは1898年に、ロンドンでジョジを出産した。ヘフトは、 宮廷から追放され、後に窃盗罪で裁判にかけられている。出産から間もなく、マリーは旅行先のフランスで医薬品工場の経営者の息子ジョルジュモーリス・ジャムテル伯爵と知り合った。相手は全くの成り上がり者で、ジャムテルの父親は1886年に教皇レオ13世に貴族に列してもらったばかりだった。 マリーは1899年6月22日、ロンドンのリッチモンド公園内にあるカトリックの礼拝堂でジャムテルと結婚した。この礼拝堂はオーバーのテック公爵夫人、メアリー・アデレードの屋敷ホワイト・ロッジのすぐ隣だった。数日後には旧のアングリカンの教会で二度目の婚礼が行われている。この結婚は帰遷結婚だったが、マリーは シュトレーリッツ宮廷から20万ドルの年金の受給資格を与えられた。夫妻は最初、ロンドンとサンジェルマンアンデーを行き来しながら暮らし、間に二人の子供も生まれたが、結婚生活はすぐに破綻。1906年には別居した。1908年にジャムテルとガリエラ公爵夫人、エウラリアとのジョージが露見すると、マリーとジャムテルの離婚は不可避となった。 同年8月には、マリーのマッテイカール・ボルビンが、姉の名誉を守るべく義兄のジャムテルと決闘し、ジャムテルに殺されるという悲劇が起きた。同年12月31日、マリーは、ジャムテルと正式に離婚した。マリーは娘を引き取り、ドレスデンで暮らした。1914年8月11日に、ノイシュトレーリッツにおいて、リッペ公レオポルト4世の弟である、 リッペビースターフェルト公使、ユリウス・エルンツトと再婚し、間に二人の子供を設けた。1948年、ボン郊外のオーバーカスセルに滞在中、肺炎により急死し、リッペ公家の墓所に葬られた。最初の夫ジャムテル伯爵との間に一男一女を設けた。二番目の夫、ユリウス・エルンツト公使との間に一男一女を設けた。ありがとうございます。